11月分の衣装を買うの忘れてたと思って、はい、やばと思って、はい、クローゼットを漁って、はい、ちょっと秋冬っぽいやつを、はい、チョイスしてきまして、はい、そんなコーディネートですまあお姉さんっぽい感じがして、ね、なんかちょっと私も思った今日大人だなと思って。ですよね、はい、本当はこれ着ずに、はい、この白シャツだけにしようと思ったんですけど、はい、はいはいはい、なんか季節っぽくないなと思って、まあまあ、あこれがあったと思って、はい、前ばかり着たような気もするんですけど、はい、いかがでしょうか今月の私のファッションクローゼットから漁り出したファッションどのファッションのポイントを教えてください。ポイントですか。ポイントは寒さのもう防寒対策に全振りしたんですけど、リトンビっていうんですか、ね、ちょっと可愛らしさもありつつ、めちゃめちゃ寒い日なんです、はいはいはい、なんですけど、この私服のファッションチェックもあるし、はい、あの T シャツでのあれもあるから、はいはい、うまく荷物を減らしつつ、はい、できるの、できるようにするにはどうしたらいいんだろうと思った時にワンピースだなって思って引っ張り出してきました。で、そんなヒールも高くないので歩きやすくて、はい、足長いね、今回はちょっと女の子らしさで来ました。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。マヨ中先週放送の原口秋政生誕特別企画クイズ、誕生日何してた6月21日、ウィリアム王子も誕生日。はい、大好きな場所で、はい、マザー牧場。マザー牧場すごいレインボーカラーやね。はい、そうなんですよ。今日 の、 あのファッションのポイントを教えてください。今日のファッションのポイントはとりあえずまずルーズソックスが今流行りっていうのが大事なのと、 あ、 か、はい、あとはシンプルになんか K-POP が結構好きなので、はい、この K-POP のアイドルをイメージした格好をしております、はい、なるほど。あ、 K-POP のアイドルは結構こういうカラフルな人が多いんですか。そうですね、系統によっても違うんですけど、はい、こういう可愛い感じの着てるお姉さんたちもいるので。なるほどね、はい、今回はこれでいい。これウールですか。わかんないです。あったかい。あったかいです。ああ、そうですか。はい、わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。今日のファッションのポイントを教えてください。ポイントはちょっといつもより髪型割れなんですけど大人っぽく。あ、そうですか。あ、まあ秋っぽいですけどね低層なイメージで、はいはいはい、コーディネートしました。私服はもっとカジュアルです。あ、すごい。なるほど。スニーカーとかパンツスタイルが多いんですけど、ロングスカートとかあんまり履かないんですけど、ちょっとどっちか言ったらボーイッシュというか活動的というか、はい、リュックとか乗ったりとか動きやすいよ、はい、いつでも走れる。あ、全然違うじゃないですか。そうなんですよ。なんで一応ちゃんとちょっとお姉さんっぽくしてきました。あ、なるほど、ね、綺麗な色ですね。あ、そうです、あの白うさぎの夢ってアイドルグループなので、やっぱ白なるほどね、はい。3月21日水今月生まれ2人もおるの3人もおる。じゃあリーちゃんの今年の誕生日何をしてたでしょうか。高級なスイーツ食べたい。食べたい。食べたいです。俺に言うな大人っぽいですね。あ、本当ですか。嬉しいです、あのファッションのポイントを教えてください。今日のファッションのポイントはトップスなんですけど、はい、これザラで買ったやつなんですけど、はいはいはい、ちょっとスケスケなんですね。スケスケじゃないですか。柄を見るとお花柄が実はあって、はい、ちょっとこうセクシー系なのに可愛さもあるっていう感じです、はい、あとは今回ブーツを履きました。これですね、結構いかついんですよ。いかついです、ね、ごつい系が欲しくって、はいはい、なんと通販で3400円ぐらいで買えます。あ、そうですか。マヨ中1月6日お早生まれ多いね、本当に。そうです、シャーロック・ホームズ、フトゥーハタ、ニンザムと同じ誕生日です、私も1月も1月も今年の誕生日何をしてたか当てていただきましょう。誕生日なのに〇〇。今日のファッションのポイントを教えてください。はい、今日のファッションのポイントは、まあ、いつも
ので、はい、全身黒いんですけど、はい、まあ、靴下は白でいこうという、はい、あ感じでございます。いつもも黒が多いんですか？結構黒い服ばっかり買っちゃいます。で今日のタイツなんですけど、はい、あの肌色なんですけど、はいはい、これ裏肝でとても温かいものになっております。裏肝のタイツなんかあるんですかね？あるんですよ。結構スカート履くことが多くて、冬は特にこれすごい愛用してます。バンバンお姉さんになっていくじゃないですか。ちょっと寒いのでちょっと冬仕様になりました。ニットですか？ニットです。あ、はい、ワンピースです。あ、ワンピースですよね。一応なんかワンピースって表記だったんですけど、上下分かれて。あ、分かれるんですか？はい、普通のワンピースと違って肩が出てるところが、はい、サイキちゃんっぽい。ちょっともう肩開きの服好きなので、バンバン肩開きの服着ていこうと思って。そうやね。肩開き好きやね。あ、でもよく似合ってます。お、ありがとうございます。はい、10月18日、郷ひろみさんの生まれた日。やだー、ももこの去年の誕生日。これ放送できるの？男性とちょめちょめです。えぇー、そんなの？落ちてしまって、今を変えてるないという感じ中で、もう6年迷う中。未来のスターを発掘せよ、薄毛治療の中和クリニックプレゼンツ第4回食毛芸人グランプリ。どうも岸高です。よろしくお願いします。いや、落ちるなよ。京都行ったことないから行ってみたいなと思って、ね、行ったことないんだ。京都行ったことない。俺京都の人やってあげるから、なんて言ってるのかちょっとあの想像して。ハゲてますね。京都やれや。坊主にした髪の毛食べたことありそうですね。坊主にした髪の毛食べてたことあった。迷う中またあれやね、メモだよ。違う感じですよね。違う感じです。今日もね、もう大人の秋冬メンバー、冬メンバーをお送りいたします。そうだね。寒いの苦手なんですよ。すごい寒い時は基本的にも出さないです、どこも。あ、そうです。なんかでもチラチラおへそあたりが見えてるの。これはもう絶対、なんか私長袖はなんかここら辺がいいんですよ。こっちが長い分こっちが短い分。おー、あー、そういう、あー、なるほどね。プラマイゼロになるぐらいがいい。なるほど、何言ってんのね。で、あとは お気にはここですね。これ知ってます？なんていうか知ってます？膝呼吸ズボン。膝呼吸をこれ自分で作ったんです。え、自分で？そう、自分で切った。えー、あ、うまいこと切るね。膝の位置のちょい下、はい、ここぴったりじゃなくてちょい下で切るとこういう感じ、いい感じに。なるほど。なんかね、これ皆さん、あの、ぜひね、お家にあるジーパンでぜひやってみてください。わー、ごっついあれやね。そうなんです。今日はちょっとモリモリにしちゃいました。まあでも大人っぽい感じですね。そうなんですよ、今日黒で。でもちょっとちょっと流行りの、はい、切れてるやつです、ね、かわいいなと思って。はいはい、ワンピース。ワンピースです。ありがとう。ちなみにおいくらやったんですか？え、いくらだっけ？まあまあ高そうですね。7000円とか。あ、まあまあね、やっぱりそれはそれです。9月18日、世界初のカップ麺、カップヌードルを発売した日。すげえ日。いい日に生まれたな。ヒントは一人か。あ、一人丸々。はい。でも絶対天才的。ハッピーバースデートゥーユー。マヨチュー。